はいどうもこんにちは。今回はこちら、ホットウィールのカーカルチャートヨタです。日本を代表する自動車メーカートヨタの車ばかりを集めたアソート。これはね、ほんとね、めちゃくちゃね、嬉しいし楽しみです。今回ね、全部で5種類あるんですけど、それではね、早速ね、1台ずつ開封してご紹介していきたいと思います。はい、それではまず1台目、トヨタスープラですね。ちょっとパッケージチェックしておきましょう。こんな感じです。もうこの絵を見るだけでですね、もうノーマルじゃないよと。カスタムしてますよっていうのがね、伝わってきますけどね、かっこいいです。で、パッケージですね、裏側ですね、こんな感じで。カーカルチャートヨタということで、今回の5車種ですね、こちら書かれています。こんな感じです。それじゃあね、早速開けていきましょう。はい、それではね、機体の1台目ですね。スープラ。ちょっと硬いな。うん。さあ、どんな感じでしょうか。はい、それではね、まずね、ぐるっと見ていきましょう。白いね、ボディカラー、スープラですね。非常にシンプルな感じなんですけどね。はい、こんな感じで。じゃあ、ちょっとね、細かく見ていきましょう。まず、ヘッドライトはプリントされてますね。はい、こんな感じで。結構ね、リアルな感じにプリントされてます。かっこいい。そして、トヨタのエンブレーム、しっかり入ってます。で、ここですね、グリルのあたりはちゃんと、ブラックになっててね、さすがベーシックセットではないかなっていう感じですね。で、左サイド、はい、メッキの、5本スポークのね、オイルですね。かっこいい。で、タイヤもね、こう、ゴムのね、タイヤですね。ちゃんと溝も入ってて、いい感じです。はい、この辺りのラインとかも非常にかっこいい。そして、テールですね、後ろ側。スープラーって書かれてたり、ちゃんとね、このプリントされてます。テールレンズ。で、トヨタの文字も見えますね。はい、ここ、ハイマウントかな。で、エンブレムと、ナンバー。これは GEN4 っていうの。その上、ちょっと細かくてね、今、確認がちょっとできないんで。はい、そんな感じで。で、マフラーは、左2本出しですね。こんな感じで。うん、かっこいい。そして、この、でかいウィングですね。はい、ちゃんと浮いてます。で、右側。こんな感じで、やっぱりね、この、曲線美ですよね。はい、この、ね、このスープラね、一つ前の型の80系ですね。はい。これもね、ほんとかっこいいです。はい、上から見るとこんな感じ。ちょっとね、やっぱりこう、曲線がね、こういう感じがします。で、よく見るとこれね、左ハンドルになってるんですね。ちょっと映像では分かりにくいかもわからないですけど、左側にハンドルついています。はい、こんな感じですね。で、シャシーですね。シャシーこんな感じで結構造形されてますね。はい、ちゃんとマフラーとかね、この辺りも結構細かいです。はい、そしてね、タイヤの方もこんな感じで、しっかりね、回りますね。こう、つるっとした床の面でも、タイヤがね、ゴム製なんで、ほんと、グリップいいです。はい。1台目ね、トヨタのスープラ、どうだったでしょうか。最近ね、たまにね、まだ走ってるのを見かけることがあるんですけどね、ほんとね、その方にとってはお宝車だろうなと。ほんとね、リアルで見てもね、ほんとかっこいいです。はい、スープラでした。それじゃあ次の車見ていきましょう。はい、2台目は87年トヨタピックアップトラックです。パッケージの方はこんな感じですね。はい。こうやって見ると、ちょっとここはね、タイヤのね、フェンダーとタイヤの間が空いてるんで、結構ね、リフトアップされたようなね、カスタムされた感があります。で、裏側はまあ、こんな感じですね。先ほどと同じですね。はい、それじゃあね、早速開けていきます。さあ、続いてですね、ピックアップトラックですね。はい、それじゃあ、行っていきましょう。はい、トヨタピックアップトラック。それではね、ちょっとね、先にぐるっと見ていきましょう。こんな感じで。カラーはね、ブルーのメタリックですね。うん、いい色ですね。そして、じゃあ、細かく見ていくと、まずフロントですね。ライトはこんな感じで、プリントですね。いい感じですね、これもね。で、あと、ウィンカーの部分が、オレンジに塗られてて、グリルとかね、バンパーとか黒で
かなり引き締まった印象でかっこいいです。でサイドこんな感じですね。ちょっとねこうシルバーかな、でこうラインが入ってます。で一応ここブリスターフェンダーっぽいねカクッとした、ね、タイヤカバーねついてます。かっこいいです。立体感しっかりあって、でステップもついてますね。でサイドミラーですね、サイドミラーに、で中もねこうやってここねガラス面プラスチックパーツないんでなんか筒抜けで見えます。でこちら左ハンドルですね、はい、こんな感じで、でリア周り、はい、こっちですね、トヨタって書かれてまして、テールレンズもちゃんとオレンジと白と赤で塗り分けられています。はい、こんな感じで、やっぱりねベーシックセットよりちょっとね高いんでね、このあたり細かいですね。で若干個体差ですね、ここちょっと赤がしっかり漏れてなかった感じでちょっと残念な感じですね。オレンジか、赤だね、赤だね。そして右サイドもこんな感じですね、はい、なんかね直線基調だけど若干こうフェンダーがね立体感あってかっこいいです。そしてタイヤですね、タイヤなんかはねかなりちょっと大きめのやつが入ってますね。ちゃんとゴム製で、でこういったね目のタイヤですね、オフロード感のあるタイヤ、うん、タイヤもすごくよく回ります。でこうやっぱりリフトアップされた感じ、ちょっとサスペンションね、ショックがダブルで入ってるような感じのねところも見受けられます。はいですね、はい。そしてルーフ側、はい、ボンネットのプレスライン、そしてこのフロントウィンドウのねエッジの部分ですね、シルバーでしっかり塗り分けられてます。はい、いいですね、かっこいい色だ。で、荷台ですね、荷台のところはこんな感じですね、この辺の造形もいいですし、ロールバー、そして5連のねランプがこのねバーの上に乗っかってます。ちゃんとこちらもねライト面は塗られています。はい、このガラスでね、ガラスこの後ろ側もね透明で見えるのがいいですね。はい、そしてシャシーですね、シャシーはこんな感じですね、スキットガードっぽくなってて、ちゃんとこうプロペラシャフトっていうかね、そんな感じのものも造形されてます。はい、そしてねタイヤの方もねしっかりゴムなんでねしっかり回ってくれます。はい、2台目ね、トヨタのピックアップトラック、ピックアップといえばやっぱりねなんかイメージ的にねサーファーの方がね愛用されているトラックのイメージがあるんですけど、このねカラーとかもねほんと海とかに行くとねめっちゃ似合いそうなカラーで、あと個人的にはこのねカクカクしたねデザインがねとても気に入りました。それじゃあね次の車見ていきましょう。はい、3台目はトヨタ 2000GT です。はい、パッケージねこんな感じですね。この絵を見るともうレース車両みたいな感じですかね、ゼッケンも入ってますし、はい、そして裏側はこんな感じになってます。じゃあこちらもね開封していきましょう。はい、トヨタの 2000GT ですね。トヨタの中でもね代表的なね名車中の名車ですね。じゃあどんな車か見ていきましょう。はい、トヨタ 2000GT こちらもねぐるっと見ていきましょう。はい、白とねブルーのね 2000GT ですね、こんな感じです。それじゃあ細かくちょっと見ていきましょう。まずフロント側ですね、こんな感じで、ここの部分ねクリアパーツですね、ここクリアパーツになってます。で、はい、ライトね、リトラクタブルのねライト、これはまあ閉じた状態です。でここのバンパーの部分はねこの金属製のねそのままの色になってて、これはこれでかっこいいと思います。でサイドですね、左サイド、はい、こんな感じ、横から見るとね白いね 2000GT って感じなんですけど、まあ、ここにはグッドイヤーかな、であとゼッケン23番と CP って何ですかね、ちょっとわかんないですけど CP って書かれています。でドアハンドとかね、この鍵穴の部分もね細かいですけどちゃんと塗り分けられてます。シルバーでね入ってます。あとこのウィンドウのね縁もねシルバーになってますね。であとここミラー、ちょっとねこうこのねドアの横じゃなくてこうボンネット側にねミラーが乗っかってます。ちゃんと黒ですね。でこっちから見るとちゃんと
白で、ね、ちょっとミラー感出てますね。で、ホイールはね、こういったメッシュっぽいタイプですね。ちゃんとこう、見えますかね、こう、抜けてますね。ちゃんとスポークになってます。はい、こんな感じで、前後、同じような感じ入ってますね。ね、ちゃんとしっかり回ります。で、リアが、ここもね、赤に塗られてたり、はい。ここね、リアもね、この正面ブルーで、で、若干こう、縁がね、こう、青い縁取られてて、かっこいいですね、これね。テールランプもね、赤と白で、その周りにはシルバーかな、塗られてて、はい。センターね、2本出しマフラー。シルバーカラーで、かっこいいです。で、ここ、給油口ね、これもちゃんとついてますね。で、右サイド、ね、同じような感じです。ヘッドギアに23の CP と。で、このね、ドアノブとかね、このガラス周り、ね、シルバーだって、ここ赤く塗られてたりします。で、ルーフ側、ちょっとね、ボンネットから見ていくと、こちらね、ボンネットの部分はブルーですね。こんな感じでいい色ですよね。で、ゼッケン23番と。で、フロントウィンドウの縁もシルバーで塗られてます。はい。ルーフもこんな感じ。立体的に造形されてます。で、こちらは右ハンドル車ですね。右ハンドル車。右ハンドルですね。で、後ろから見ると、こう、ちゃんとロールバーが入ってるのが確認できます。そしてよく見るとね、こちらですね、シートがね、助手席がないですね。向こうの右側にね、運転席側にシートが一脚あるだけで、やっぱりね、レース仕様っぽいです。はい、こんな感じになってます。で、シャシー面、こんな感じです。かなり造形されてますね。はい、こんな感じで。はい、かっこいいです。はい、そして、ね、タイヤの方もね、こんな感じでストレスなくね、転がってくれます。はい、3代目ね、トヨタ 2000GT。子供の頃にね、親からね、こう、トミカの 2000GT だったと思うんですけどね、買ってもらったんですけどね、その時にはね、このかっこよさがね、今一つね、わからなかったんですけどね、今ね、ほんとね、これ見るとかっこいいなと思います。今回のね、5車種の中でね、唯一ね、生で走ってるのを見たことないのが、この 2000GT、いつか見たいですね。ということで、それではね、次の車見ていきましょう。はい、4代目は81年のトヨタスターレット KP61 ですね。パッケージの方こんな感じですね。はい、赤いスターレット。これを見るとね、ここ、結構なオーバーフェンダーがついてたり、幅広いタイヤが履かされてたりね、するのがわかります。そして裏面はこんな感じですね。はい、それじゃあこちらも開封していきましょう。はい、スターレットですね。結構、まあ、コンパクトカーがね、こうラインナップしていきました。それじゃあね、見ていきましょう。はい、それではまずね、ぐるっとちょっと見ていきます。赤いね、スターレットですね。色はちょ若干ちょっとね、朱色っぽいというか、オレンジが入ったようなね、カラーになってます。それではちょっとね、細かく見ていきましょう。フロント、こんな感じですね。はい、ライトがね、こう、しっかりプリントされてて、そしてここね、トヨタの文字が見えます。あと、ウィンカーの部分はオレンジで塗り分けられてて、あとはね、グリルとかね、この周り、フロントのね、リップスポイラーのところも、ブラックですね。そんな感じです。で、サイド。結構ね、このカクカクしたデザインかっこいいですね。やっぱりね、かなり肉厚なオーバーフェンダーついてます。で、リベット止めかな。そんな感じなのかな。ちょっとリベット止めっぽい感じになってますね。で、ドアノブ、黒く塗り分けられてます。で、このウィンドウ周りですね。もう黒いですね。で、リアもしっかりオーバーフェンダー。はい。そして、ホイールですね。メッキでかっこいいです。ピカピカしてます。で、タイヤもね、結構スリックタイヤみたいな、つるっとしたゴムタイヤ入ってます。こんな感じで。で、ここもね、ちょっとわかりにくいかもわかんないですけど、赤でね、塗り分けられています。で、テールですね、後ろ側。はい。しっかりね、テールレンズも塗り分けされてますね。ここのあたりもね、黒かったり、ナンバープレートもね、
ちゃんとしっかりプリントされています。何55かな、9の9の19、ちょっとね見にくいですけど、ここもねちゃんとプリントされています。はい、そして右側ですね、こんな感じです。はい、ここがね吸引口があるところなんですけど、鍵穴なのかちょっとねシルバーっぽくされてます。あとドアノブのねブラックと、この窓の縁ねブラック塗り分けられてます。はい、そしてルーフ側ですね、結構こう立体感のあるボンネットとかね、あとフロントウィンドウの縁もブラック塗られてます。でここねルーフにねこう先端がちょっとねウィングっぽいエアロがついてますね。これがかっこいいです。で中はこうちゃんとシート4つついてて、これはね右ハンドルですね、ちょっと見にくいかもわかんないですけど右ハンドル車になってます。そしてシャシーですね、シャシーはこんな感じです。結構細かく造形されてますね、こういった感じになってます。はい、そしてねタイヤの方ねしっかり回ります。ホイールがね光っててね、この回転してる感じがかっこいいですね。はい、4代目ね、スターレットね、ほんと、コンパクトでね、今まで紹介した車より、この前後の長さもね、ちょっと短めに作ってあって、とても可愛いです。このエッジの効いたデザインね、ほんといいですね。はい、ということでね、じゃあ次の車見ていきましょう。はい、それではラスト5代目、トヨタランドクルーザー FJ60 ですね。はい、こんな感じで、パッケージね、こんな感じで、ほんとね、ちょっとおしゃれなランクルですよね。はい、裏側もこんな感じで。じゃあね、開封していきましょう。はい、ラストはね、トヨタのね、ランクルですね。これはね、世界中にファンが多い車なんでね、非常に楽しみです。じゃあどんな車かね、見ていきましょう。はい、それではね、ぐるっと一周見ていきましょう。ベージュっぽいね、カラーリングの、ね、ランクル、おしゃれですよね、これね。はい、じゃあちょっと細かく見ていきましょう。まずね、フロント、こんな感じで。グリルのね、周りがね、メッキパーツになっててね、そして、ここもね、しっかりこう、グリル感をね、出てますね、トヨタ。そして、ライト、ウィンカーとかね、スモールランプとか、こう、みんなプリントで、しっかり作られてますね。で、バンパーがこの、メタル感がいいです。で、サイド。大きなね、こう、デカールが貼られてて、フロント、このウィンカーの部分ね、オレンジ塗り分けられてます。サイドミラー。そして、ここのあたりもね、シルバーで塗り分けされてます。こことかね。ね、これがあるとね、勝手なんですけど、あの、カリフォルニア感をね、感じますね。こういう、ちょっとウッディな感じですね。うん。かなりおしゃれな感じ。で、ギア側。こんな感じですね。これなんだろうな。何のマークだろう。ちょっとね、細かくてよくわからないですけどね。ここなんかついてますね。で、テールランプもね、こうしっかり塗り分けられてて、このデカールがこう、テールまでしっかり伸びてます。で、ここもね、センター、ここトヨタって、細かいですけどね、しっかり書かれてます。ナンバーの部分はね、何もないですね。4WD って書いてあるのかな、うん、しっかり塗り分けられてます。あとこのテールのね、ガラスの、縁ですね、ここもシルバーですね。はい、こんな感じで右サイドもこんな感じ、いいですね。ちゃんとこうグラデーションっぽくね、ウッディな感じで、ちゃんとドアのハンドルもシルバーで塗られてて、ランドクルーザーここも明るい。かなり細かいですね、ここね。で、ここもしっかりシルバーで塗られてたりとか。はい、こんな感じです。で、ルーフ側ですね。ボンネットもこう、ミッド調な感じの。細かいんですね。かなり細かいラインも描かれてます。で、ワイパーもね、ブラックでしっかり塗り分けられてて、フロントウィンドウのエッジの部分もシルバー。で、よく見ると、このね、ルーフ周りもね、こう、シルバーで、しっかりこの辺り、塗られてます。そして、タイヤとホイールなんですけど、こういった六
ホースポークタイプになってます。タイヤもゴム製でこんな感じですね。ちゃんと溝が切ってある。うん、いい感じですね。よく回りますね。で、こちらは左ハンドル仕様になってますね。ここに左ハンドル仕様になってます。はい、こんな感じで。中もね、こう、ブラウン系のカラーでね、このボディカラーとね、よく似合っていると思います。そしてシャシーですね。こう、メタル、そのままの感じのシャシーですね。造形はこんな感じです。まあまあ、しっかり、このあたりされてますね。そしてね、タイヤの方もこんな感じで、しっかり回ってくれます。はい。ラスト5代目ね、トヨタのランドクルーザー FJ60 ですね。結構ね、カクカクしたね、このデザインが無骨な感じがあるんですけど、このカラーリングと、このサイドのね、デカールのおかげで、かなりね、おしゃれ度が上がってる一台だと思います。今だとね、こう、キャンパーさんとかアウトドア好きの方とかね、結構好まれるんじゃないかなと思う一台でした。はい、ということで今回ホットウィールのカーカルチャートヨタを5車種ね、開封してみました。今回トヨタの車ばかりということでしたが、結構ね、こういったコンパクトカーからこうスポーツカーとかね、SUV っぽいのまでね、結構幅広くてね、しかも結構作りがしっかり作られててね、非常に満足度高かったです。で、トヨタの車ばかりだったので、結構ね、乗ってたよっていう方もいるんではないでしょうか。そしてトヨタが出たということは今後ね、また、ホンダとか日産とかね、日本のね、いいメーカーいっぱいあるんでね、今後まだ出てくれないかなと期待しながら今回は終わりたいと思います。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。